うんま画像変えましょう。確かにね。何がいいかしら、画像。うーん。何がいいかしらね。そうですね。えー、っと。 えー、そうですねあこれがいいじゃないはいこれに変えましたち <laughs> なみにねみんな褒めてほしいのあのねさっきねお買い物に行ってきた あのお昼にツイートしたのとはまたお昼夕方ぐらいにツイートしたのお昼にツんお昼じゃないねあれはいつか忘れたけどとは別で、ね、ちゃんとスーパーにスーパーねちょっと本当になんかちょっと歩かなきゃいけないんだけどちょっとって言っても10分かからないぐらい五分5分ちょいぐらいなんだけど。 でしかも行く前に炊飯器ピッてお米洗って炊飯器ピッてしてそれでお買い物してきて「どこに住んでんの地球」<laughs>「意地悪だね私」ってまあ、でもあれですあの東京の方で働いてます。 働いてますけどもスーパー行ってでアボカドとかアボカド買ってきてアボカド切ってアボカドあえて食べました Now ですおつもり買ってんだしカップ麺ねあんま食べないのカップ麺あんま好きじゃないのよねもう。 いっぱい,いやアボカド1個だけアボカド1個とあと鶏胸肉まあき食べないけど鶏胸肉とあとカットサラダとあと野菜ジュースアボカドマジで美味しいです袋麺も食べないですあのなんていう普通にでるやつなんか麺麺あんま食べないですらカップ麺 だからラーメン屋さん行くかなスーパー別混んでなかったアボカドおいしいよアボカドえそうなのねアボカドお刺身めっちゃおいしいよね私によくててかあのねアボカド好きになったきっかけがあの居酒屋で食べたなんかアボカド刺し で、でマジで好きになったのだからねアボカド刺し大好き米売り切れることってあるでもあれよあなんかアボカド刺しみたいないやーアボカド刺しみたいな味付けで食べた気がします ミートドリアにポトフ。それさ、外食。ちょっと待って、いリンが。リンが傾いちゃってさあれ、いろある。あれ、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 あれ。よ、これさ、アボカドね、高いよ。一個二百円くらいするくらい。よいしょ。あ、お腹いっぱいだぜ。で、私さ、い。なんか、普段。食べなかったら、全然食べなくていいんですけど。なんか。 食べるとどん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 ,なんか一気にたくさん食べられないんだけど食べたくなっちゃうからそうお腹空いてお米もお米いっぱい食べちゃったやばいよこれ,これはこれはピンチですさあみんなこれはね私はね暇すぎて3日目連続配信なんて久しぶりなので話す内容がありません 話題求む <laughs> マジでずっと暇だから暇がつってるじゃん言ってるでしょ私嘘ついてないよちょっと待ってあ私はね暇なんですよ私の家はリッチなのでウォーターサーバーがあります 明日は仕事よなんで夏みんな好きだから <laughs> 岡山に帰省してないでもその何先月帰ったし今月もちょっと一瞬帰るよってあるからじゃあいっかみたいな今から漢方を飲みます えー、分かんない別にきみんなきあのね私そもそも岡山から出てきてる友達が全然いないから基本ねみんな岡山の友達大体岡山にいるのよ 9, 9割岡山にいる、うん、川名子だよ川名子。 関東飲まないです関東です。ふう、こっちに友達、私本当にこっちに友達、本当にこっちに, <laughs> こっちに友達、本当にないの。こっちに友達、<laughs> こっちの友達、休日に遊びましょうみたいな。休日に遊びましょううんだから。 みゆことかりんとあと小田さんはそんなさ頻繁に誘えるような誘っていいのかあじゃないだからちょっと私は満を持してまた誘おうかなと思ってるんですけど <laughs> ちょっと待って待って待ってさっき誰か福田結婚して嫌ベージュさんありがとうマカローニさん 音ありがとう。スリスさんありがとう。そうカリンも今新潟だしなそう。えでもマジででもかりんも言うてな私かりんとのめっちゃ連絡取るのに全然あの人てかミゆうもかりんもあんま遊んでないんよ。なんか別にこの間えないだえんかみゆ子は今ミゆコ今さ帰っちゃったんだけど。 仮に今ね、新潟にいるでもシンプルに私だって言うもうさ平日はさ遊べないじゃん。平日は遊べないじゃん。だで土日ってなったらさだいたい予定埋まってたりするじゃん。向こうもさ。だからそんなそんなそんなって感じで。でみゆこはそのなんか、お盆 暇なんやけどっていっぱい遊ぼうって言おうと思ったけどあみゆこ帰りそうやなと思って「みゆこ帰るって聞いたら「帰る」っていうか「そうだよね」ってなって一旦帰る前に会わない?」って言って「うん木曜木曜夜ににえ美優子今どこなう?」って言って。 え私もそ,そこ今からそこ通るえじゃあ会おうって言って会ってべちゃ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 しゃべりまくって1時間ちょっとくらい「バイバーイ!」って「<laughs> じゃあね」ってして「イベント全然動いえわかんないでも分かんないやんな,やんなくなっちゃうかもしんないけどやるとしたら多分9月22日」 やるとし,やとしたら9月22しかないかな明日からは配信しませんまた月に1回か1回あるかどうかまたは2回ぐらいの頻度に落ちます <laughs> だから皆さん存分に一般人の暇な配信を聞いてみてください <laughs> イエイ暇暇暇,暇 暇ま暇ま暇まひまひまから旅行いいなどこ行くのどこに行くんです 会社員頑張ってるよ。会社員さっき一瞬だけ仕事したけんえ多分みんなが思ってるえみんなが思ってる想像の10倍はめっちゃ普通に会社員 <laughs> え本当に本当ににえそう頭痛い私そう。 イェーイ結構なミみコのこ雨大丈夫ってさっき連絡した。大丈夫かないや本当にさマジで、マジで私って会社員なんですよ。みんな信じてますか空の原理、え、わかんない。えゾ全然連絡取ってないな最近は。 えみんなが思ってる分からんみんなが私なんてのその何私さどん,くどんなどんな感じでなんか仕事ちゃんとしてないって思ってるやろみんな何回 <laughs> 言ってもみんなに信じてもらえない気がするのキャスターさんキラキラな,なんか雪夏なのに雪みたいな。 ありがとう <laughs> 遊び人だと思ってた私遊び人である人生遊び人の人生を歩んでみたかったよほんまにちょっとだけ仕事,できる仕事できる子かどうかは分からんけどあの多分そこ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 頑張っててそこそこ何結構,結構頑張っ自分的には結構自分なりに頑張ってる。 営業営業よ普通にね対対人よ対人うん社長から褒められるくらいには頑張ってる <laughs> 伝わるこれで今日も暇でも暇 そうでもさ本当に今日あれマッサージ行きたかったけど袖に行くのさえめんどくさくてやめましたなんかさこう営業に行くとさなんかさ「今言わなくていいじゃん」みたいなタイミングでさなんかその「あのえ分かってくれてる人はそんな私のことをなんか元 AKB です」とかってすぐ言うなんか言わないんだけどなんか。 とりあえずなんかアイスブレイキングに使われることが多いのねこのこのかまちみたいなこの名刺交換のタイミングで「このかまち実は元 AKB なんですよ」みたいな「いや待ってほんまになんかもう大したことはしてないしほんと劇場も出れなかったくらいなのになんかそんなさあ」みたいな「いの免許持ってます」そんななさあみたいな もう違う違ベタがなくなった時とかじゃなくてもう挨拶の時点で言われるのえじゃあなんかさ例えばなんか私がなんかそのちょっとアイドルのんなんか例えば何かうー関連アイドルがでやってきたことが生かされてるようなことをなんかした時とかになんか「実は」とかって言うならまだいいがだけどさもうとりあえず言うみたいな「いやちょっといやそれはやめてやん」って。 まあ別にいいもう慣れたからいいんですけどでさその時にほんまに嫌なのがあの嫌なのがっていうか自分的に困ってるのが自分的に困ってるのがねえみたいな「え,うえ,で、まあ、え,えそうなんすか?」ってなるじゃん向こうのおじさまとかも。でさまずさ「えなんか,じゃあ,なんかあのすごい有名な方たちとさお友達ですか?」みたいな。 話してたんですかって言っていやそんなまずそもそも東京行けてないしなみたいなふ <laughs> なるしあとなんかさもう疲れた顔してたりとか,なんかもう顔もボロボロだったりする時あるじゃない。のにさえこれで AKB なんやって思われるのがもう顔もぶっちゃいくやんやのでもうそ,れさえそれが一番やだ。もう めっちゃ自分にかかわいいと思っておればねあもう全然言ってくださいで「<laughs> AKB でした」って全然なんか全力であの堂々とできするかもしれないんだけどマスクしてないマスクすると呼吸がねできなくなる <laughs> ずっとそうジョニーさんありがとう マスクしてたら多分結局お茶飲む時とか外す方が期待値高くなるやん嫌だって思って,て岐阜何何の会社どの会社によってかはもしかしたら営業に行けるかもしれませんね <laughs> いや知ってますっていう返事はないよ ないです,ないです <laughs> うっせえうっせえうっせえなんでやめんだって営業営業そんなことしちゃあれよ営業私なんかあれかもなんか物を売るっていう、うん、企画営業物を売ることもあるかなんかよかんない企画の方が近いのかな自分で売りに行ってる感じじゃない 企画,企画して同席してるみたいな分かんないミワ <laughs> さんありがとうや何なその国国ではないですでもさ本当にとりあえずよとりあえずね うん、その「元 AKB なんです」って紹介「元アイドルなんです」って紹介した時に「あこんこの顔でこの顔でですか」ってなるのが本当に辛いよって話あしたから感謝ですってうわみんなプレゼンするよ 可愛い,いか可愛くないんでです本当にあ、でも可愛くないんですけど一個あの一個なんかみんなをみんその言われた相手を「あなるほどね」って言わせられる場所があったんですよ私って。あのでみんな私のこと顔で押してなかったじゃないですかそもそもこんな。 顔第一で押してる人じゃないじゃないですか皆さんだからいいんですよあのなんか多分私まあのあの細いんですよ細くてあと多分あの顔もあの世間的に言ったらちっちゃめなんですよなんでなんかこう上の方とかってさ芸能人イコール 顔ちっちゃいみたいなさイメージだっ,ったりするじゃん。だからなんかそこでなんかあもう可愛くないけど確かにあまあ細いしあみたいなでなんかななんか納得してくれてる気がする。<laughs> なんかそれそれでなんかねギリギリ今のとこまかり通ってる気がするわ。助かるぜ。お母さんお父さん。 ありがとうえ顔で押してなかったじゃないですか皆さんじゃじゃじゃその顔が好きな人多かその顔何てう顔専攻な人いないじゃんみんなだってさ顔,で顔だったらさもうさもう全員全員みんな他の人押してますやん分かってるんです みんんななな顔顔じゃないんですよは発んかさ例えばあの例えばさなんかちょっと最初はあんまかっこよくないなあんまりちょっとかわいいと思ってないなとかって思っててもなんか仲良くなったら全員かわいく見えるかっこよく見えるみたいなさえなんか結構いけてるやんって見えるみたいなさ現象ってあるじゃないですか。それです 自信持っていいよありがとう。あそう愛やあそうそう私はどっちかとそう愛愛嬌愛愛嬌なんですか？コミュ力？あ声は言われたかもしれない。でも声は今でもカムシさんって声高いですよねって言われます。うん。会社の後輩ちゃんに。ああ髪切りましたよね私。 今ロングにしたい。ねなんで、なんでですかなんでか、私も知りたい。い IQ もけえ、IQ はチームメイトの中じゃ、たぶん、一番にあったよ。私、たぶん、チームメートで一番頭いいんじゃないかな <laughs>。知らんけど。 思うよえっ本当にえだってスーパー特別進学コースやで <laughs> 今日酔っ払ってないですお酒でも飲もうと思えば今から飲めますようさんありがとう IQ っていう面だとあれかもですあんま高くないかもしれいえでも誰だ待って8で頭いいイメージははつかさんとぴょんさん他,他誰が頭いいイメージあるえでもお先用意するのもめんどくさいです あ、リンさん。あやねさん。うんうん。え、絶対私は。あずか。ペナさんも頭良さそう。確かに。アナウンサーさん。え、か、なんか、エイトの頭いいってそういうイメージかも。松ぼっくりさん。ありがとう。え、でも、でもほら。なんていうの。まあ、チームメイトのメンバーはさ、割ともうさ、若い頃から、ほら。 学業よりもささんんももいいんだほら学業よりもアイドルに見を添いできたわけじゃないですか私は大学1年生まで学業をしてたわけですよそうある意味 <laughs> すごいマッチボックスさんハートいっぱいありがとう。 Thank you マカローニさん。マカローニさん、ありがとう。ハート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 。いや、でもマジで私、頭いい気がします。<laughs> マジで、そのチームメイトの中じゃね。えみんな、皆さん、天才ですよ。天才、そう。学力テストじゃったら、そう。 うまく生きる人だった私はちょっと下手くそかもしれません。サンキュー、ハート。え、漢字弱い子多い。なんかさ会社, <laughs> 会社の。会社のあのー、いる後輩ちゃんが本当におバカちゃんなんですけど、あの基本的にね自分でねあのメモ帳にメモ取ったら全マジで漢字ずっと間違えてる。 I love. ん ?Thank you, thank you for.Thank you, thank you for.Take me. はあちら分わからん。もうでももうお勉強できなくなってよ。だってお勉強してないもん。漢字って書けんくなるよな。わかる。どんな感じでなんか基本の木が。 なんか基本って書いとって基本の木がねあの貴族の木だったしなんかな何でもかんでも間違えすぎてちょっとよく「特」あと何?得「得特点」?「特点」があのさのバスケの点数とかの方になってる <laughs> マジで本当にやばいめっちゃおばか。 おばかすぎておもろい今雪亜の名前がひらがなのを書けないからないですさすがに自分の名前を書けます、ね、私さ本当に「かまち」って名字少ないからさあの芸名が良かった名字何がいいかなうんー 田中田中とかでいいね出た裏行けそれはマジでメールでき一回メールできたやつめっちゃゆるさん絶対るさん佐藤いいじゃん佐藤ゆきなでいいじゃんも <laughs> つまんない つまん分かるそんなんかうんそう田中なんでバレたん田中圭さんだと思って最初田中って言ったなんでバレたん結婚したつもりでおったんやけどいや佐々木由紀奈はどこに行ったん奈をなくすなでも由紀奈は由紀奈は好きですよ ゆきなってさいそうで意外といなくないえいるなんかめっちゃ量産されてそうな名前だけど思ったより周りにいないどういるみんなまあ漢字は全然いないんだけどさ友達の妹にそう 私もいるけどでもあんまりいないそんなんかさゆきのちゃんとかさゆきちゃんとかさいるけどゆきな小沢ゆきな小沢さんと結婚しちゃうじゃんえそうそうなんかゆきなんちゃらはいるのよゆき系はいるのよいっぱいゆきちゃんとかはいっぱいいるでもゆきなちゃんはあんまりない気がする古川とかでもいいよね 古川ゆきなどうかしらどうです素敵じゃない <laughs> それやばいねやばいよね大きな声叫べないねあんまゆきなちゃんっていないんだよね好きなのにしてくださいはい好きなのにします 古川はあれです古川う希さんと結婚した場合私は古川になれるっていうねみんなみんなのさ本名ってなーに？<laughs> 一旦みんなさ本名書いてみようよここに書き込んでみようよはいレッツゴー <laughs> 出たジョニージョニーを来た え名字わかんない <laughs> 大丈夫大丈夫こんなにみんなが一斉に書き込んだらど,どうせ誰も見てない佐藤なの本当に佐藤、うん、ほんまみんな適当じゃろスモールなんとか思い出したわ 林,林なん孫孫さん田口田口さんに小田さんは嘘やろビッグウエストビッグウエストえそれさきあ違う推しと結婚しようとしないでみんなじゅんさんありがとうハートゥ ちなみにあの大西さんはめちゃめちゃあのスリムウエストやでみんな知っとるか。私さチーム8オタク時代にさ大西さんも,もかさんのさなんかウエスト細すぎるみたいなさなんかあのなんか測って公開しとるやつ見て刺激を受けました。<laughs> 刺激を受けて私もすぐその時にあのウエストはかりに,にあのなんだっけメジャー出して測ってってなった「こんばんはこんばんは懐かしいオタクチームメイトオタク」 にに戻りたい <laughs> お宅時代にもちょっと戻りたい <laughs> もっともっと貢ぎたい <laughs>。それちょっと違うかでも,もっとなんかいろいろもっとお金をチームメイトに使いたかったお金持ってなかったけど オタク時代チームメイトの夫ともおったよおった今でいう今今でも仲いいのは3人お桃子さんお話し会卒業してからのお話し会きっちゃん結婚して嫌だ嫌な おお待ちしておりますどこどこで何,何でお待ちしてか待ってえなんかさ桃香さんおしおもないここに多いわけじゃないかみんな暇なんか <laughs> なんか待っとるんそう今でも仲いいのは123でもでもあれです あのよく見かけてる人はいっぱいいたのであのよくそれで「あなたの名前ショールームで見たことあります」みたいなそういう感じ推しが変わるとえでもそこの3人は本当ににえなんかもうはあれなんですよ オタクでも今も全然チームメイトとか AKB 全然見てませんみたいな感じで「ななみちゃん卒業してからも見てません」みたいなでもなんか一応私の動向はちょこちょこ見てくれとってなんかちょこちょこ会ったりちょこちょこ喋ったりみたいな。 でもその子たちにもなること言ってなかったからねうんなること言ってなかったから本当にびっくりされた <laughs> なあ<ー>、違うな音が持ちきれないえっってたやばい えだからさすがに違うあのね会ってた合ってたのをねマジで私本当にただのオタクだからそのもともとチームメトファンだった友達時の友達と一緒に「ねえ見た見たえ熱激熱やん」とか言ってってあのちょっと喋った <laughs> すいませんただのオタクでした。 肌のオタク素敵よねいいな私の大好きな企画やってるやんお家家を買う誰が今家買おうとしてんの誰村上かな子家を買うだってえ家 ね、みんなってさ家持ち家ですか賃貸ですか実家暮らしですかね6,000万とかって高いよ持ち家え持ち家ってことは結婚してるってこと 子供もいるの？ねえ高いよ。高い。お金持ち探してない。でもお金持ちお金はさ、まあ持ってるに越したことはないですよね。でも友達が言ってたからお金持ちで浮気し浮気してない人はいないって。 言ってたからちょっとそれは嫌だなって思ってえさっき持ち「餅」ちあそういうことか「餅」引き継いだのねそんなこと私だって賃貸だよ家賃が家賃が高いの家賃本当にさ 都内高いよねでもだってさ大学時代の家賃本当に安かった <laughs> もう信じらんない信じらんないもう大学の家賃の感じで行くとさ東京死ぬよねこっちの方は倍倍ぐらい倍以上倍または倍くらい だってさ同級生とかさ同級生とか大学の時さ家賃さ二万三千円とかに住んどる人もおったんよ <laughs> それはちょっとあれ年季が入ったお家ではあったけどやばくない羨ましいだか,だか地方に地方に住みたいです。 う、ね、さ大企業りょうね夏が夏が夏が来たからいや本当に最近も早くお仕事をお仕事をやりきったらやりきったらえねいつになったらみんなやりきったって思えるなんかひとしきり頑張ったら私は東京を離れたいなと思ってるんですよ。 そう。うでも。人、あと、でも頑張ったらっていうのと、あとは。おたかつをやりきったら。五十まで待ってない。無理、無理、無理、無理。こっちいきないで、どこですか。そうだよね。え、そう、そう、そう。そういうこと。おしめんが卒業したらじゃけど。 でも絶対ジョニーさんその頃には新しい推しメンができてんでえそン岡山かなんかうん岡山岡山戻ってもいいなと思うし、うん、違うとこ行ってみるのもいいなと思うしいや神奈川はもう東京なの神奈川は家賃高いんです神奈川も千葉も埼玉も、まあ、そこ都心に通えるぐらいだったら もう東京,東京と一緒ですあれは岡山帰っておばあちゃん家の土地をもらおうかな <laughs> 引き継ごうかな首都圏はダメ首都圏よくないその奥多摩とかは奥多摩とかに住むんやったらもう東京を離れたいよ 私はね。愛ちゃん、ありがとう。名古屋、え、名古屋も嫌だ。名古屋も、だって名古屋暑いし、名古屋人多いし。いや。秩父遠いって。え、住んでたらもうなんか埼玉離れたいわ、なんか。もっと栃木、群馬、栃木がいい。 ターボさんありがとう。標高メートル近くえ無理息,息できない。窒息するって。山梨ね山梨もねいいよねい。兵庫いいやん。兵庫いいよ。私でも呼吸浅いから息できない。 あ高崎ね高崎便利だよね結構何度も行ってる静岡あ静岡もいいよでもだったらなんかおその大阪とかがいいなんか中途半端なとこよりもうなんかこの関東の上の方なんか西岡山兵庫まあまだ大阪とか分からんけど。 最近私大阪ってええやんって思ってます大阪よくないえでも全然すぐ運転できます私がしたい仕事をするにはある程度なんか都会にいなきゃいけないのかなと思ってそしたら 東京なんだけどでも大阪でもなるとできんじゃないかと私は思ったわけです仙台はちょっと遠いって海,海でもほらいつまで大阪いるか分かんないよ大阪行ったりましょうか 海外はちょっと住むのは私ちょっと無理だと思うえっさあ仕事悪い私のやりたい仕事っつう話でございます福岡は遊びに行くくらいで縁ちゃいますかないいな私,私も私もバ,バー開こうかなどうみんなバー バーの開き方教えて <laughs> 何やりたいか内緒今の職種がバレちゃうからえお酒の作り方はガチでわかるもういやちょっと忘れてるけどもう結構覚えてます居酒屋で居酒屋はさ個人経営の居酒屋でさ普通になんとかサワーとかビールだけじゃなくて なんかカクテルとかでなんかさいろいろあったっけあのなんだっけ白雪姫みたいな <laughs> キティとかなんかいろいろあったっけんんかその辺はわかるたぶんすぐ飲み込みは飲み込み早めです雇ってくれますか皆さん あシェイクとかマルゴールは無理です教えてくださいどこバーのバーの名前を教えてください変装していきますぼったくりバーそんなあんの

チーマの親戚えみんなさ頑張ってじゃあ,あのほらさ人は6人たどればなんか出会いたい人に出会えるっていうじゃんだから頑張って6人たどって私にたどり着いてみなよ頑張れあもうたどり着いてはいるのか <laughs> 私にたどり着いてはいるんだ今もうこの時点でそれじゃダメかで私の親戚にたどり着いてみてください ちャ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 お兄ちゃん会えそうお兄ちゃん探してみてお兄ちゃんにいい女の子を紹介してください「お兄ちゃんが幸せに」 なりますようにお,兄ちゃん元気だよおじいちゃん元気だけどもお兄ちゃんは私に飽き飽きしてる私がすぐやらかすから「お前を迎えに行ったことを俺は後悔している」っていつも言われるから「お兄ちゃん今はいないみたいです」 お兄ちゃんはねあれなんですよ優しいお兄ちゃん本当に優しいらしいんで誰かいませんかお兄ちゃんはもうオタクしてないんでどっちかというとオタクって言ったら K ポップ K ポップのライブとか行ったりしてる。 うん、私飽き,きるじゃなくて飽き焼きしてるもうやれやれ全、ま、くだせみたいな感じ <laughs> お兄ちゃんの彼氏あちょっと彼女候補にしてお兄ちゃん一応お兄ちゃん今んところまだ女性のみみたいですからお兄ちゃんの彼歴代の彼女の系統え顔を見たことない 顔をも写真とか見せてもらわないなんか話は聞くけどうーんでもね多分ね優しそうな人が好きだと思うけどお兄ちゃんは意外と敷かれる方がうまくいくんじゃないですかっていういや愛梨ちゃんっぽい感じじゃない気がする。 難しいですね分かんないですお兄ちゃんどういう子が好きなんでしょういやお兄ちゃん好み的には優しい子なんじゃろうけどじゃろうけど多分会うのはだってこんなさわがままなでわんぱくな妹を妹をともうさ私がお家を出るまで一緒に過ごしてこれたわけですよ ってことはよそういうさわがままわんぱくない人の方が向いてんちゃうかって話ですよ <laughs> お兄ちゃんは2個上私のよっこらしょよいしょ お兄ちゃん我慢我慢してたと思うよかわいそうにでもお兄ちゃんちゃんとねおかご飯ちゃんとって何がちゃんとか分かんないけどねなんかご飯とかいったらねちゃんとなんておごるおごるんだってえら 妹みたいなのもこりゴりリゴリだって言ってるけどね言ってるけどこんばんは今私は足をコロコロし始めましたセルライトを潰したいと思いますそしてお風呂に入らなきゃ明日仕事なんですよ私みんな知ってない知らないかもしれないけどみんなは休みかもしれないけど私は 仕事ななななんんんんででですすすすわかりりますお盆なんてないんです暦通りなんですだからさもうそろそろ終わらなきゃいけないわけでもさ私ここ3日間目覚ましをかけずに寝てるんですね目覚ましをかけずに寝るとあの 起きるのが時時半くらいなんですよ8時過ぎとか私有給が余ってるししかも不利休もねまだ全然余っててやばいやばいもう1年間半分やないですか8時半に起きちゃうと間に合わないのよ。7時。 7時ぐらいに起きたいなぁ目標健康的な朝を迎えたい夏休み取りたいけど夏休み私が取ってる間の私の仕事は誰がやるのって話じゃないですか分かりますかこの気持ちがこれに困ってる7時今き遅いガチで えそうなの有給やばいの去年も全然有給取れてないやばいやばいだって私が休んだらどうしたらいいんだ代わりにお願いしなきゃいけないじゃん代わりにあれ,れあれとこれとあれとこれとあれとこれとあれとこれをやってくださいって言わなきゃいけなくなるだから旅行とかじゃないと有給取ってない 後輩ちゃんにはちょっと任せられんねまだちょっとまだおミスがすごいこう多いのであとまだ基本的なものとかしかできないからそうなんそうなんよ1年間に5日ねブラックじゃないえ有給取っていいの 有給取っていいんじゃけど有給全然取っちゃいけんとかなくて全然取ってくださいなんじゃけど自分的に取るタイミングが見当たらないっていう話です長い休みとか取っても結局仕事しなきゃいけなくなっちゃうじゃんそうだからそライブとかの機会に取るっていう話ですね よしそろそろお風呂に入りますかてんてんてててんてんてててんてん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 てん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 ててんてんてんて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 んて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  Be afraid. And it's the only I will see. No, I know Be afraid. Wow. <laughs> Be afraid. By me, <laughs> 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 then. when I see your face, then I'll sing down. 積んだここから先に進めない謝るだけじゃ許してくれないどういうつもりだベイビーカモンジュンさんありがとうええー、フ <laughs> みんなが聴いてきたい曲ああちゃ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  チュッ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 のュッチュッチじゃチュ してないフフフ見せたフフレフフフレフフ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 ふくたんありがとうスコッチさんありがとう以上です以上ですみんなフ日間ありがとうフ日間私の暇の相手をしてくれてありがとうフフ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  それじゃあまためっちゃ気まぐれで配信しますウェイびっくり間違えた「こんばんは」じゃなくてさあっとウェイの方のウェイ読んじゃったあまりにもウェイすぎてびっくりびっくり間違えましたはい 3days live やりきりました <laughs> ありがとうございます <laughs> じゃあね、ランキングをね呼びますね13位特別警戒中さん12位くさびふぐさん11位けんさん10位あ青あさん9位キャスターさん8位ターボさん7位ジョニーさん6位ふくたんさん5位きっちゃん4位ジュンさん3位マクローニ4でエッドさん2位ラペンシュさん1位マツボックさんありがとうございます Yeah Oh all, all for one for all all for one, thank you. Then, bye. Bye <laughs> Goodbye people goodbye world goodbye japan. Bye. Bye